やってまいりました、やってまいりました。プロレス大好き大集合、いよいよですね、待ちに待ったこの日がやってまいりました。本当に待ってたんですか？待ってました、待ってました。誰が？私です。はいはいはい。ということで今日のタイトルですね、はい、西口プロレスの過激な花ね、テルリンこと香川照子選手の登場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、待ちに待った待ちに待った、もうお隣にテルリンがいることで私はもう大緊張です。もう待ちに待ったって言い過ぎて嘘くさくなってますけど、もうね絶対違うだろうね。いや満載ですけども。いや、ね、頼みますよ。鶴さんがうるさくてね、もうねうるさかったけど、テルリンテルリンってね、テルリン呼ばないの、テルリン呼ばないの。ありがとうございます。もう、ね、この収録をするとき鶴さんただ来てくれるんですけど、うん、その帰りに酒飲んでね、その帰りに電車乗るんですよ、うん、そうするとテルリン呼ばないの、テルリン呼ばないの。どうして来ちゃいましたよ。来ちゃいました。本当に私、はい、もうね、本当待ち待ったね、ね、この日がやってまいりました。ということで、じゃあ鶴さんから、うん、まずは何、西口プロレスの話からいきますか。はい、うん、ごめんなさい、ちょっと入れ替えますけど、西口プロレス、うん、あのテルリンが西口プロレスね、台本重視、そう、筋肉不要、不要、あとなんだっけ、筋肉禁止、禁止、うん、台本重視、うん、何でしたっけ、あと1個、あともう1個あんだよ、なんか100回の、100回のスタートより1回の打ち合わせ、そうそうそう、あれそれも3回以上の1つでしたっけ。そう、そっか、そう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 、あ、違う違う、安全第一、安全第一、安全第一、筋肉禁止、台本重視ですね。それその後に100回のスクワットより1回の打ち合わせってですね、あれ、そう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 、自分のところで自分のあ、その前にちょっとこれ乾杯しなきゃいけないからね。そうですよ、そうですよ、プシュッとね、プシュッとね、そうそうそう、もうゆるゆるとね、ね、飲みに来ましたからね、じゃあどうも、今日ありがとうございます。乾杯します。すいません、こっち抹茶いるんですけど、すいません、抹茶飲んで、すいません、すいません。いや、飲んで誰も喋らないっていうね、そうそうそう、無音を作るっていうね、やってはならないもの、不思議なってすごいですね。いやいや何度かほら西口の帰り、うん、ほら小猪木さんとかがファンを呼んで集まってくれるところで2回ぐらい、うんうん、あ、そう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 、ね、そうですね、そうそうそう、うん、お会いさせていただいてるんですよ、うん、一番ね、私テルリンと長く話したのは、うん、そのアントニオ猪木酒場でお会いしたんですよね、うんうん、そう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 、その時はね、かなり長く話をさせてもらって、うん、もうそこで惚れましたよ。本当ですか。私の隣から離れなかったって言ってましたよ。何言ってた、言ってた、言ってた、そんな失礼な、私が離れなかったんですって。もうなんかな、あのなんか個別のなんか話になっちゃってますけど、まあ、ちょっと話を進めていきましょう。はい、はい、ということで、香川照子選手、ね、はい、西口プロレスにも、ね、うん、所属というふうに言っていいですか。いいですよ、まあ、参加してるというか、ね、メンバーですね、メンバーですね、うんうん、参加し、ね、されてて、うん、されていて、で、私もあの西口プロレスは何度もちょっと口が回らない。大丈夫ですか。西口プロレスは何度も見に行かせて、あ、そうですね、はい、あの見に行かせていただいたんですけど、うん、行くたびに、うん、ね、行くたびにちょっと流血したりちょっとしちゃったね、うん、だから過激な花というね、タイトルをつけたんです。流血させてるだけですけどね、私。いやいやいや、ひどい、安全第一と言っておきながら自ら規則を破るというね。いやいやいや、でもね、ほんと過激な感じですね。どうですか、西口プロレス。西口プロレス、うん、もうあれこれ 5,6 年見てますけど、うん、やっぱり面白いよね、飽きない。なんか口が回んないけど、うん、でもぶっちゃけどう見えてるんですか、あ、西口プロレス、西口プロレスもそうだけど、うん、こう男だけの中に女が一人入ってるっていうのが、うんうん、こうお客様からの客観的な目で見ると何どういうふうに映るのかなっていうのはね、結構ね、うん、疑問なの。どうぞ。あ、いやいや、ただほら、テルリンがこう、うん、西口の中でこう一応こうなんかモテないキャラみたいな、うん、売れ残りキャラみたいな、いや、事実ですからね、それはなってじゃん。キャラじゃない、言いにくそうですね、言いにくそう、なってるのが逆にね、うん、なんか面白いっていうか、うん、あの、ザ・おばさんっていう、そうそうそう、ザ・おばさんね、リアルおばさん言っちゃった流血の三種が、これも達也2人とも本当にするの好きじゃないの。いやそう、うん、ね、だからなんかこう
あのユンボさんの、そうユンボさんの解説聞いてると、うん、今の話のように、うん、そのフェイクおばさんとリアルおばさんとの対決があったりとか、そ, うそうそう、すみませんね、なんかね、いいんですよ。でもね、なんかね、あのそう小猪木ちゃんとね、うん、なんかこうなんつうの、あ、そうだ、歯の下にね、なんか歯の奥に何か挟まってるような気がするけど、言いにくいんですか。いや、ちょっと言いにくい。いや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 、そうそう、あのね、でも私ね、テロリン見れて思うのは、うん、やっぱりあの下地がきちんとできたレスラーだなっていう感じはいつも見てて、うん、そのテロリンの一つ一つの技に私は注目してます。あ、本当ですか。うん、あの動きがすごく、そのなんだろう、こう、うん、ルチャっぽい動きも時々ありますでしょ。はい、うん、あとそのジャーマンをやったりとか、うんうんうん、かなりプロレスのね、その基礎ができてないとできない技っていうのをされているので、そこすごく注目してるんですよ。あ、本当ですか。ね、中でもやっぱりこのやっぱり西口プロレスの笑いプロレスだから、うん、その本気でプロレスをやってきた人って中にいないじゃないですか。うん、そうなんですよ、うん、お笑い出身の人ばっかり、うん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 、だから元女子プロレスラーでプロでやってきた人がここに中に入っているので、うん、そこではやっぱりね、技の部分では非常に私はね、うん、光って見える、そう、うん、だからあのプロレス見たいなってちょっと思ってで、うん、見に行くとテロリンのプロレスが見れるんで、うん、そうですね、結構ねそれは満足度高いんですよ。うん、あ、本当ですか。そう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 、お、持ち上げてきました持ち上げてきました。何も出ませんよ。いや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 、でもね、あの光りますよ、その部分は。やっぱ技術的にね、最近も、うん、あの動きがちょっとしょっぱい世界の梅沢さんとなんかこう正パートナーっていうんだよね。梅沢さんしょっぱい、ね、そうなんですよ、うん、でも動きがね動きがね、ただオマージュはしっかりしてるよ。それだからなんか私たちはね、すごいバランスがいいから、うんうんうん、あのダメな感じと、まあ一応私はこの中ではね、うん、まだ動ける方なので、うん、だからそれでその対比ギャップが面白いから、うん、ちょっとね、うん、タッグチームでちょっとやっていきたいよねって、うん、そう今言ってるんですよ。でもあれですか、やっぱり西口プロレスって一回タッグチーム組んでしばらくやるんですか、そのタッグチームで。最近はその傾向にある。その傾向にある。うん、だ猪木さん、猪木ちゃんと、うんうん、あのバイセンターがいいとか、うんうん、聞いて聞いて聞きました、ね、いやでもね、うん、そういうね、うんうん、タッグチームとかでね、うんうん、こう続いていくチームっていうのはね、うん、まあ面白いからとか、うん、そういうのもあるけど、我、うん、が強い人、うん、で譲らないやつは結局譲らないから、うん、打ち合わせがそうなっちゃう。なっちゃう。そうなの。あ、そういうこと。あ、これがやりたいなみたいななっちゃうと、うん、私たちみたいな、どうぞどうぞ、わかります。わかったわかったってなる。あの気が優しい人の方が結構だからこういろいろね、周りを固めるっていうか。なるほどね。そうそうそう、それも。これ毎回あの西口プロレスの打ち合わせってみんな集まってやってるんですか。でもみんなそれぞれにね、うん、仕事とかやってるから、うんうん、なかなか全員とわけにいかなくて、でも今はほら日本テレビでやってる。今ほらあれモノくん、あれなくなったから、あれ番組終わったから、あ、もうごめん、まあいいの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 ね、それが現実ですけど、現実ですね、もうね、それ今違うとこでやってますけど、うん、うんうん、そうそう、そんなことでああだこうだああだこうだ、うん、でも昔に比べれば全然長くなくなりましたよ。だから西口ってもともとだからその会社の、うんじゃなかったから、旗揚げの時はプロレスが好きな芸人が集まって、サークル的にこうやってたところから小力さんがこうブレイクして、まあいろいろね、お金のこととかほらありますね、個人でもできない状況になって会社になってるから、西口エンターテイメント、だからこうやってメンバーがいても別にほら全員が所属なわけじゃないし、それが可能なんですよね。そうそうそう、だから今はなんか会社が仕切って打ち合わせとかもやるから、あれ結構時間はコンパクトにまとまるけど、昔は長くてね、うん、全然ね本題に行かないんですよ、うんうん、で特に小猪木さんとかさ、なんか昔のプロレスの話してそうだね。そうそうそう、それで脱線ばっかりして、あと暇だったんでしょうねみんなね。あと若さと暇があったから、なんかずっとだらーみたいな感じでやってて、最近みんなも忙しいのもあれば、そうなんだ、そっか、もう若くなくなっちゃった、若くなくなる。西口プロレスにも高齢者の波が、うん、かなり来てますよ、かなり来てますよ。
よく小猪木ちゃんとね LINE するんだけど、今のプロレスラーはね相手から目を離すとかね、背中向けるとかね、技が多いだとか ね小猪木さんは本当にこだわりが強いね。西口に何を求めてるのかなと思って。いやだって小猪木さんは自分のことをアントニオ猪木だと思ってるから。そう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 、そうあんたはモノマネ芸人だぞっていうところを私は声を大にしてたもう身の程を知れと思います。でもね一つ一つのムーブがね、うん、その当時の猪木さんのね、そう本当ムーブ借りてるとこ変なの、そうそう変えてね、そう角度でね、そうそうそう、円錐の角度で、そうそう好きすぎますよね。で、あのホールを奪われた時の、うん、そのまあホールされてないぞぐらいの気持ちでここに来ますからね。そうそうそう、あの天竜戦の猪木さん、そうそうそう、すごいんですよ。ちゃんとオマージュをしっかりしてるんですよ、うん、小猪木ちゃんとか梅沢さん、梅沢さんもね、うん、梅沢さんも本当面白いね。石川隆の相撲タックルとかね、そう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 、アンドル・ザ・ジャイアント式のヘッドバットとかね鶴見五郎式のデッキとかねどんだけ伝わるんだって。でもあれ橋本さんがよく合わせてますよね、うん、実況がやっぱその動き見て、ちゃんと見てずっと合わせて言ってるから、うん、あれもすごいなと思って私、うんうんちなみにテルリンはあれですか、うん、テルリンって呼んじゃっていいですか。いいすいませんいいですいいですテルリンは、うん、そのこういう西口で出ている他にいろいろ活動されてるじゃないですか、はいね、例えばお嬢さん例えばあの風船でね、風船でなんかこう、なんかこうね、舞台、そう頭にかぶる風船とか、ジャグリングショーとか、ね、あジャグリングショー、そう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 やってますね、うん。あちらの仕事も結構頻度は高いんですか？高いですね。うん、結構フェイスブックとか見るとね、うん、今日はここに来ましたみたいな、そのね。でももうねジャグリングショーはレギュラーでやってるのが。ね、同じ場所で毎週末やってるのがもう6年ぐらい続いてるんで、すごい。だからそうですね、でもその元じゃないかな、まだも女子プロレスこれからちょっと試合もね一つまた私たちもお願いするものがありまして、これちょっと公開できませんけど、ね、今度ちょっと交互期待でね、あのまたテレビの試合出場することがね、ありますから触りだけでも言えない、いやいやいや、ちょっとまだ発表できませんので、でプロレスをやる傍らこういうジャグリングとか、これも技術が必要なものじゃないですか、うんうん、どういう思考でそういう風にいくんですか。ジャグリングは、うん、あれですよ、たまたま、うん、なんかの仕事で、うん、ジャグラーの子と友達になったんです、うん、でいろんな道具を持ってて、それなにそれなにない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 って言って、ちょっとやるしてやるしてみたいな感じで、でなんかお手玉の3個がこうできたらすごいなと思ってたんですよ、うんうんうん、私、でそれでちょっとそこまでできるようにやってみるわってやってて、できるようになったらこれもっとできるようになるかもねみたいな、いろんなこと道具触ったりで買い込んで始めて、じゃあせっかくここまでやったから1回ぐらいショーができるぐらいまでやってみようかみたいになって、記念のショーをねどっかでやろうみたいな話をしてた、ただなんかそんなことがだんだんなんかそれがね、そこにねお金が入ってきたから、仕事になっちゃった、やめられなくて、趣味が仕事になっちゃって、なんかだからなんかありがたいことに、たまたまですけどね、いやでもやっぱり突き詰めるなんかあるんでしょうね、いつも被ってくる帽子、風船の、あれ自分で作ってるんですか。自分で作ってます、いつも毎回違うんだよね。あ、毎回違う。だって、うん、そのショーをやってるんですもん、だって。テレビ。ああいうの作ったりとか、うん、風船のね、その帽子作ったりとか、うんうんうん、犬作ったりとか、あと、ジャグリングってね、この、ね、やったり。人出てくるとジャグリングって必ずこうなりますよ、ね。このジャグリングを表現するって必ずこうなりますよ、ね。これでしょ、これでしょ。これ、そう。これ間違ってます。いやいや、合ってます。正解なんだけど、やっぱりやるんだろうなと思って、今、私。そう、これ、これ。絶対だよ。ガガ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 。なるほど、うん、でそのジャグリングもあり、この西口もあり、でまだ現役の女子プロレスラーでもありね。いや現役ではないですよ。そうなんですか。うん、それはやめたんです。それはやめたの。そう本当。あでもやめてほしくないな、うん、やめたんですよやめたんですよ。そうなんです。でもね、最近なんかたまたまお世話になってる方とかにこう、うん、プロレス女子とか男子もだけど、はい、プロの現役の方と絡むようななんかオファーをもらうと、
そこはお世話になってるからいいかなっていうところで最近はね、うんうんうん、ちょっとそういうのを受けたりもするんですけど、うん、最近でそのリングに上がった女子プロレスでリングに上がった時っていうのはいつですか？最後は女子、うん、あ女子じゃなくても男子でもなんか、うん、大阪の大会かな、こなあ違うかな忘れちゃった。ああ寺島さんとか出た大会かな、小猪木さんとか出た。あ、そう出てます、ね、出てます、ね、それ佐野直しの興行じゃない？違う、ピンク、うん、違う、あの湯川さんがやった興行、大阪、なんか、そうそう、大阪のね、なんか意味が、うん、そうそうそう、あそこでお財布盗まれる、あ、そうだそうだ、そうだそうだ、言った方がいいですよ、犯人まあ許されんからな本当ですよ、血を見るよ、血を本当にあ、そうそう、その時かな、大変だったんですよね、あの、フェイスブックでも上がってましたけど、そうそう、ちょうどね、あれ寺島さんが、うん、寺島力君って、あの、のどごし生の、あ、出てました、出てました、出てた、あの大会ですよ、うん、あの大会で、そうそうそう、そう、で、あ、テレビも行ってんだなと思って、うん、そしたらお財布盗まれたっていうから、うん、うわーと思って、大変だなと思って、帰って、無事に帰ってこれたんですね無事に帰ってこれたらいいんだけど、そう、だから誰かにお金、そうそうそう、お金借りて帰ろうと思ったら、うん、そしたらなんか、お客様でなんかお金持ちそうななんか、うん、藤原組長のなんかこう応援してたりする方が、なんかポンってくれて、あら、いやいいですいいですって、その誰かに借りて帰りまして、プロレスラーってそんなに儲かってるの？あ、自動車じゃないですもう小夢じゃん、小夢じゃん、もう危険だなぁ、いつも格付けしてるからもう本当に通算そうだからね、3、うん、いつまでいるのって、あ、でも明日まで大阪残るんですよねって言ったら、お金なんか大変じゃんみたいなって言われて、うん、結局ね、うん、3万ぐらいいただいちゃったのかな、あら、すごいでしょ、すごいだからあの無事に、うん、無事に、あ、次の日も、そうかそうか、新幹線乗れたし、過ごすことができ、うん、うん、でも大変だったじゃないですか、カードとかもみんな入ってたでしょ、入ってます、私全部入れちゃうタイプだったから、あ、カードも、もう長財布に全部入れてて、で、試合のもう5分前ぐらいかなに気がついた、そう、他の人も取られてたから、で、楽屋嵐にあって、うん、で、他の人の探してる、うん、ので、うん、一応自分の見てみようかなと、ないみたいな、なって、ひどいですね、でもなんか、あ、カードカードとか思ったんだけど、うん、でも試合しなきゃいけないから、いや、すごい、なんか、あの、不安定な気持ちで試合ですね、でも、戦ってるところじゃないんですけど、みたいな感じで、なんか余談ですけど、うん、ストロング小林さんっていたじゃないですか、はい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 、今ストロング金吾さん、ええ、アメリカだとそうやってドレッシングルームにもう財布置いとくと盗まれちゃうから、うん、ええ、タイツとかシューズの下にお金入れるのはもうなんていうの、一種のこうマナーだった。あ、なるほどね、うん、なんかね、本当に嫌な世の中ですよ、本当ですね、本当ですよね、でもこのカメラ見てる人ね、そう、でもそれって入ってこれで盗めちゃうっていうのはちょっとやっぱりセキュリティの問題もあるよね、昨日のほらマメちゃんも、うん、収録中言えなかったけど、うん、あのプールのロッカーで盗まれちゃって現金、言えなくていいんですか、言っちゃってえ、いやいや、じゃあじゃあ、マメちゃんがいいっつったからね、ああ、そうそうそう、でも犯人いてたらね、そうですよ、本当だよ、本当ですよ、いや、お金は取っていいから財布を返してくれ、そう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 、私の思い出とかを全部返してくれ、そこ、あー、そっかマメちゃんはキャッシュだけだったらしいね、いや、現金だけ抜いてってくれればね、全然まあ、そっか、思い出もなくなっちゃうとか、そういうのあるじゃないですか、なんかね、うん、お財布への思い入れもあったりとかするから、プロならプロらしくやってくれよと思って、で今なんかどうせもうね、うん、カードとか使えないじゃないですか、そうそう、確かに確かに、ね、足がついちゃうから、もしこの画像見てる人、うん、財布動画ね、動画見てる人返してくれたら何かテルリンかな返してくれるかな、返してくれたら、返してくれたらテルリンからパンチだよ、返してくれたら改心したなら一杯奢ってやるよ、だから返してくれ、あ、そうか、本当に、ね、いやもうでもひどいですね、他のレスラーも被害に遭ったんですか、何人かいます、本当ですか、うん、ひどいね、いろんなことがありますわ、ね、最後の最初のことって話がそんな話だ、去年の10月ぐらいですよね、確かに10月か、そう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 ですね、でもなんか最後に試合とかなんか、なんかいろんなことやりすぎて毎日が慌ただしすぎて、うん、いつ何が
いや何をしたか、なんか、うん、今たち覚えてないですよ。でもなんかね、テルリンのね、あのフェイスブックを見てると、うん、その、そのジャグリングショーの後に子供と の, その、うん、やり取りだったりとか、うん、ちょっとね、あのほろってくるようなことも結構あるんですよ。じゃあ友達申請しよう。あ、してくださいよ。あれまだ来なかった。ちょっと私のこと好き好き言ってる割には全然興味ない。じゃあやっぱり、ツースポー、いつもじゃツースポーちょっと話の大きくしすぎなんだよ。いつも地蔵がタグ付けばっかしてるから、地蔵の写真しか出てこない。地蔵っているんだよね。地蔵さんがプロレスファンの方で、あ、うん、まあ、友達だから面白い感じの方がいて、そう、選手とかにもいじられて、試合中場外とかで必ずやられる、投げられたりするんです。あ、そう、よく葛西潤のほらバッグ投げつけられたりとか、この間さくら選手、はいはい、今頭こう蹴られたりとか、もう潤関係者っぽい。あ、なるほどね。でもなんかそれが生きがいなんだって本人も、嬉しくてしょうがないんだって。それがあ、そういうのあらかじめなんかあれですか、打ち合わせっていうか、そう行くよっていうのはあるんですか。あ、あるらしいよ。あ、あるんですか。でもね、なんかね、見た目もね、キャラが濃いからね、地蔵さんはね、本当に地蔵みたいな。だからね、面白い、いじれる面白いのは確かに面白いんですよね。あ、そうなんだ。西口にもよく来てるんですよ、じゃあ。毎回来てくれる。毎回来てくれる、うん、毎回写真撮って、毎回タグ付けしてるから。毎回タグ付けしてる。そうタグ付けには気をつけようね。ということで、はい、もう10分も経ってるんですよ、すごいね、うん、はい、どこまで行った、ね、この時間が永遠に続いてほしい、はい、そう。延長しましょうか、ね、いやいやいや3時間スペシャル。もうほとんど私物化してる番組みたいな。ということで、そもそも J リースターがスタートですよね。そうです、そうです、ね、テレビはね、そうです、そうです、ね、プロレスにどうして入ろうと思ったんですか。思ってません。思ってない。思ってない。あー、そうなんだ。どうして業界入ったんですか。一言で言うなら、騙されてですよね。騙されて、うん、誰に。世の大人たち。世の大人たち。入った時って何歳ぐらいだったんですか。25? 5? あ、もう大学生ですね。成り立ての頃、うん、で、それで、うん、なんか吉本興業がアクション女優オーディションとかやってて、で、それで、うん、ちょっとアクションがやりたいなと思って、そのオーディション受けたら習えるのかなと思って受けて、受かったらそこにプロレス、うん、アクション修行の一つとしてプロレスをしなきゃいけないっていう条件がついてた。で、私でその時にでも分かってたですよ。だからさすがに私も、これはからくりとしてはからくりとしてはだから女子プロレスラーになりたい人が今志願者が少なくなった時代だから、例えばこう美味しい人参ぶら下げて、まあ、ある程度運動神経とか、まあ、ビジュアルとか、まあ、そこそこまあまあな感じのなんかこういいようにやってプロレスラーにしてしまおうみたいな大人のコンターははっきり分かった。なんか兄ビジュアルが良かったみたいな。まあね。いや、じゃあ、あのね、西口で一、うん、なんかデビュー当時の写真をたまに抜き打ちでポンって出す時あったんですよ。テルリンが出たね、写真ね。あ、昔のね。昔のね。今だってここにパンフレットありますけど、どれ、あの、これ、これいいじゃないですか、テルリン。可愛いじゃないですか。ほんと？って、そうなんですよ。そうそうそう、そう。話が面白いです。いやいや、全然です。まあ、そうそう、そういう騙されてみたいな。まあ、だけど、うん、まあなんかね、うん、やってみないと物事はほら、うん、始まらないから、まあ、そうですね、嫌ならやめりゃいいしと思って、うんうんうん、やってみたら、うん、意外と面白いっていうか、うん、奥が深い競技だなと思った。だから見たことなかったから、うんうん、なんかただのなんか野蛮な喧嘩みたいにしか見えなかったんだけど、うん、意外とこれってなんか優しくないとできない競技だよねっていうのを、うん、いいこと、優しくないと、そう、あの受けの目学っていうのが、はい、実際だからプロレス知らない時は、うん、なんでロープこうやって行ったり来たりとかってあり、うん、とか来るの避けろよバカみたいなあるじゃないですか、そういうのって。だからいつもだから今自分がこっち側になった時に、うん、その にわかとかあんま知らない方とかにこうプロレスってさ、うん、みたいな、うん、やらせでしょみたいな言い方とかされるの、うん、私もそっち側だったから、うん、でも入ってみてなんかやったらなんか、あ、違うんだねっていうのが分かって、これ面白いかもねみたいな感じで、人格が出るんだ。当時誰がジャガーさんがコーチだったんですか。ジャガーさんコーチです。ジャガーさんね、そうそうそう。ジャガーさんのことあんま知らなくて、知らないのに
コーチになっちゃった。だからたまにバラエティに出てる人だぐらいしか知らないです。そう、 JD スターって確かジャガーさんが最初にコーチやったんですよ。で出てた、出てたしね。英才教育受けてんだ。そうそう、でもいろいろやらかしましたけどね、私もね。何やらかしたんですか。なんか座骨神経痛を持ってて、私もともとだから腰こうやって痛くなったりとかして、はいはいはい、でほらプロレスラーになりたいわけじゃないから、うん、そこで自分が怪我をして、うん、他のやりたいことができなくなったらどうしようと思ってて、うん、ちょっと休ませてもらっていいですかみたいなことを、うん、私は平気で言えてしまったんです、当時は。なるほど、なるほど。そしたら、ジャガーさんはやっぱりね、こう、うん、ああいう方だから、はいはいはい、やる気がないなら帰れみたいな感じに言われて、本当に帰っちゃったりとかしたんですよ。あーすごい。本当に帰っちゃった。帰っちゃった。あらら、すげえ。とか、本当やらかしましたね。あとなんかこう、それも帰ってまた来るんですね。また行く。そうだね。うん。また。でもなんかあの時マネージャーとかすごいバタ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 して、あこんな感じ。ああああみたいな。なんか武藤さん思い出しちゃった。なんで？なんかさ、やめていいよっていうのはもうプロレスラーをやめていいよっていうつもりで言ったのに、スクワットやめていいよと勘違いしてそこで座ってたっていうのを被った。武藤さんが？そう。そいやだからそうだよ、それぐらい度胸は座ってる。うん、度胸座ってる。でまた来るところがまたね。うん、いや度胸が座ってるんでもなんでもなくて、うん、あの時はただ、うん、プロレスを知らないから、うん、知らなすぎちゃって強かったんだと思う。へ、知らないって強くないですか？はい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 、プロレスに限らずですけど。確かに確かに。無敵なんですよね。無効なこともできるしね。そうそうそう、そこに対して迷ってないから。うん、なんで私が違うのみたいな。あと当時まだ若いでしょ一応そうね、まあプロレス界とかで言ったら25っていうのはそのまあもうね昔だったら定年制のそのね年齢だけで言ってるけど、うん、まあ今とかに比べれば全然若かったから、うん、なんかこうね尖ってましたよね。でも若い時は尖ってますよ、うん、尖ってるね。そうそう、だから今を引き返すと、うん、本当に恥ずかしいっていうか、ね、思うそう思う。この間ジャガーさんにお会いした時に謝ったんですよ、ええ、私本当にいろいろ会社って、ええ、ってすいませんって話をしたら、うん、僕でも覚えてないんだよねって言ってよかった忘れてたみたいな。よかったよかったよかったみたいな。よかったと思って、当時ジャガーさんとあと誰かいたんですか、他にあの教えてくれる人。ジャガーさんだけでした。だけでした、うん、ジャガーさんはじゃあコーチで、あとJD スターの興行をやるときもジャガーさん名イベントやってましたよね。あでも私が入ったときはジャガーさんはもうあのコーチ一本のときだった、うん、あ一本だった、うん、あそうですか。へえ。そうで JD スターで何年くらいやったんですか。は5年です。ああでもやっぱり5年やったんですか、うん、かなりね。あのときはなんか30の壁だった。壁っていうか自分の中で、うん、あのときは、うん、なんか女はその30とかぐらいの時に綺麗に去っていくのがなんか美しいみたいなあの私の人生観があった。あなるほど。だから別に怪我をしたわけでも何でもないけど30では絶対やめるみたいな思ってて、でその時にどういうやめ方しようかなの時にやっぱりいろいろ大変なこともあるしいろいろ迷ったりもするけど、でそれでなんか西口プロレスのみんなともとやったりとかして、最後は西口プロレスのみんなとやめたいなって自分でだからそれで自分で引退興行をしたんですよ、引退してるんだ。してるんですよ。そう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 、でそれで女子を、うん、の女子プロやめるって言って、うん、あとこの世界もやめようかなと思ってて、うん、でもなんか最後みんなといたら、うん、みんなのことが好きになってしまい、おー言ったじゃん。誰だそうそう、それで、うん、やっぱりみたいな感じになって、うん、最後、うん、だからなんかあれなんですよ、じゃあ女子プロレスラーは辞めるけど、うん、芸人として西口にも残りますっていう大落ちを、うん、私10カウントの後に最後ひっくり返したから、私だからなんですよ、あの、うん、女子プロレスとか本職の人と関わらないようにしよう、それは約束だと思ってるのはそれだけです。あの人は私あの時見てましたよ
びっくりしたわ、すげえと思った。私同期なんですよ、なんかあの、あ、藤山さん、そうそうそう、うん、引退者でしょ、そうそう、コラクエホール、うん、あ、見てたんですか、見てて、うん、それでな、そうそう、一応同期だから、うん、お花とかも渡してなんか、それでファンの人とかに、この紙テープ投げてくださいって言われて、じゃあ、ちょっとやつこうやってたら、やめるとやめた、待ってって言うの、みたいな、すげえなと思って。でもすごいですね、あれも勇気ですよね、うん、もうみんながお膳立てしてくれて、うん、もうほら引退興行になってるじゃないですか、うんうん、でもそれをやめちゃうっていうのは、ね、これすごいですよね、うん、あの人もなんか、あの人もなんか明るいしね、ね、うん、なんかもうなんかあれはなんかなかったことにできちゃう感じですよね、うん、なんとなくそれこそ米山さん西口に出たらいいんじゃないですかちょっといいタッグが組めそうですよね、そうそうそう、本当ですか、ね、いいタッグが組めそう、それも含めて優しさなんじゃないの、最初に言ったプロレスに、あ、そうですかね、ほら、あまあ結局プロレスって結構引退したら戻ってきたりとか、うんうん、でいうなんか出戻りができる、そういうね、なんか業界じゃないですか、うん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 、器が大きい、器、そう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 、優しさ、優しさがなんか綺麗に綺麗にまとまってきましたよ、そうそうそう、ね、だからあの何かあってもリングの上で決着つけるとか、うん、ね、そのそうそうそう、なんかあと新日本、何かを指していってる、新日本プロレスだってさ、うん、その前田明さんとかどんどん出てたけど、うん、まだ戻って、うん、前田明さん戻ってこなったけど、うん、長州力だったりとか戻ってくるよ、うん、このね、うん、だからなんか許されてるじゃないですか、うん、ね、後ろね、足でこうね、あの砂をかけて出てったとか言われてもさ、うん、結局戻ってくるでしょ、うんうんうん、そう、でもそれをなんか受け止めてくれるような器量の大きさみたいなものがね、うん、うん、特に西口はね優しいから、じゃあ、あの九州に行った人バッテンさん戻ってくれますかね、バッテンブラブラバッテンブラブラどうしたかな今でもあっちの地元のご当地タレントみたいな感じで結構、うん、あ、結構やってるんですか、結構活躍してるんですよ、本当ですか、あのバッテンとかしたら、あの人、そうなんですよ、あ、そうなんだ、うん、ということで結構話がんあれなんですけど、続きましてじゃあこれいきましょうかね、あの、そうかそうか、うん、西口はやっぱりじゃああれなんですか、 JD 終わって JD がこう やめてその、うん、仲良くなったんでこう入ってったって感じですか、西口って、西口は最初はなんか西口プロレスの3周年記念広報かなんかに、うん、ゲストで呼ばれて、うん、で当時は本職のレスラーとお笑いレスラーがこう絡むっていうのがまだご法度な時代だったので、なるほど、でもなんか私その時もフリーだったし、うん、私は別になんか面白ければいいじゃんみたいな感じで出たのがきっかけで、じゃあちょっとこちら行きますかね、ヒューマンスキルカード、うん、なんすかこれあの昨日から始まった、昨日から始まった、そう、昨日から始まった、今日で終わるんですか、いや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 早くも最終回を終わるね、これでハプニングが起きたら終わっちゃうかもしれませんけど、そうそう、なんだろう、これ一枚引いてください、で、ね、そのカードのエピソードをぜひ、何ですか、勇気、うん、あ、もう今のね、お話になんかこう繋がるところありますね、勇気、勇気、いざでもこういう、うん、こういうね、二文字もらっても何話せばいいか分かんない勇気、勇気、勇気、勇気にまつわるエピソード、多分今日これ、このやっぱ終わるな、これいや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 、もうレギュラーか、レギュラーか、これ終わるな、うん、勇気、そう、勇気、でもいろんなその、あれじゃないですか、あの、こう人生のこの分岐点の中でいろいろこう挑戦してきてますでしょ、うん、やっぱなんか新しいことやるのってすごい勇気いるんじゃないですか、西口に入ったの勇気いるでしょ、一番の勇気だってこんなあって男の人たちばっかりの中に女の人入ってくるんですよ、そう、でもね、うん、確かにそうかも確かにそうかもでもなんかすごいよ、今でこそ、うん、さっき私のことってこうね、どう見えますとか言ったじゃないですか、うん、はいはい、で今でこそなんかこうみんなとの付き合いの年月もこう長くなったし、まあ私もなんかこう芸人より馴染んできてるのがあってなんか普通かもしれないけど、入った当初の私アンチの多さはすごかったです、周りの人たち、選手、選手、ファンのファン、ファンが、ね、結局男の子の芸人さんのファンとかが見に来てて、うん、あで、もう10年とかちょっと前だったら、うんうん、私もまだ
若くてまだ若い方でしょ、ま、だからなんかプロレスラーの時は、うん、あれなの、あのアイドルぶって動いても、うん、本当のアイドルがいるから私がやってることがパロディになってもこういう中に入っちゃうと、私ってなんかかもなく不可もないタイプだから微妙じゃないですか、うん、なんか、ね、そうそうそう、うん、それでなんか味方はすごく少なかった、あの内側の味方じゃなくてね、うん、外側 の、 ね、その見たお客様の、ね、うん、に受け入れられてないなっていうのはすごくありましたね。あ、まあ確かにでも、まあ、性格的にやるって決めたらやる方だから、そういう意味ではだからもう勇気を出して行っちゃうから、そうそう、突っ込んだけ突っ込んだけみたいな感じで、あ、でも何でもなんか突き詰めていくタイプですね多分ね、うん、なんかそんな感じ見えますけどね、なんか凝り性だったり根気がいいんでしょうね、うんうん、別でも別にあんまり器用ではないけど、うん、あ、そうですか、ただなんかなんかジャグリングとかも、そうそうそう、あのこれやるでしょ最初これやっててジャグリングの道具ないですか、ないですよさすがにだから最初なんか落ちることの方が多いじゃないですか、はいはいはい、失敗することが、でも私拾ってられるんですよ、拾ってもう一回やろうみたいなのは、だからできるまでずーっとこうやってやってて、あーできたーみたいな、じゃ次もう一個技なんかできるかな、ずーっとこうなんかやれる、だいたいみんなでもなんか途中でめんどくさくなってやめちゃったりとかするから、根気のない人は途中でやめちゃうんですよ、対戦する前にね、本気があるから、でも本気だけなんです、なんかいやいや、でも本気ってこれあの特技ですよ、うん、本当ですか、そう、そうそう本気は特技だと思いますよ、だって続かない人の方が多いんだもん、うん、だからこうジャグリングのお金もらえるようになっちゃうわけですよね、ジャグリング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 、ね、うん、素晴らしいね、勇気、ね、勇気を重ねて今に至るということですね、はい、すごく綺麗にまとめましたけど、すいません、強引にまとめました、いえいえ、ということで、これいきましょうか、ね、プロレスとは、プロレスとは、うん、でも今話聞いてると、うん、答え出てる、もう答え出ちゃってますよね、うん、テルリンにとってのプロレスって一回ちょっとやめてるから、うん、優しさ、うん、あ、そっか、ね、何ですかプロレスってテルリンにとって、プロレス、うん、まあ、でも西口プロレスもプロレスってっていうジャンルですよね、プロレスってね、うん、言ってる、ね、プロレスですよ、プロレスですよね、どうだろう、うんうん、でもなんか自分なんか自分を突き動かし、うん、させてくれたものかなと思います、なんか、うん、だからやっぱりほら偏見持たれる競技だからこれ偏見を持たれる競技、だってやっぱり別に女に生まれてじゃあ何やってますっつって、うん、プロレスラーですって言って、でも飲み会とかで、絶対ネタには困りませんよね、面白いから、あ、うん、あそんな人見あったら初めてとか、うわー、プロレスって何何何何なって、でも面白いって結構ピエロじゃないですかピエロだ、その時にこう盛り上がったり人気があることと、うん、男の子が選ぶ女の子は違うでしょそういうなんかなんかすごく切実な、なんかいや、これでも本当あると思いますよ、あるあの煽り部位にあったんですよ、あなんかなんか男性の手帳なんかもうなんか家まで来るって、なんだっけ誰か、いや、あれはあれはこういうのさ、ネタじゃないですか、高井さん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 、家まで来ちゃって、うんうん、あれ本当家まで来たんですか、いや、あれは違うところだ、違うところですあ、でも、でもあのメンバーはみんな、うん、あのうちに遊びに来たりしますよ、本当ですか、たまに、うち、まあ実家なんで実家でみんなでバーベキューとかするときにメンバーがみんな来て、そろそろなんか行きたい顔してる、どう言ってんの今度来ますか、あ、もうぜひぜひお邪魔させていただいて、バーベキューでもその優しさっていうのはこう戦っていく中でね、この人は優しいとかパートナーでも優しいとかそういうの感じるときあるんですか、あ、でも優しいなって感じるのはありますよ、うん、やっぱりだから受けの美学がある競技だから、うんうん、なんか相手のためにこう、うん、受ける姿勢を持ってる人はいいなって思う、うんうんうん、それで試合がこうスイングするんだ、スイングっていうのはこうなんていうの、噛み合う、うんうんうん、あ、だから別にまあ噛み合うのは噛み合うし噛み合わせるじゃないですか、うん、仕事だから、はい、だけどなんか自分が
自分がの自分のことやりたがってると、うんうん、ダメだった。ダメっていうか本当にプラス上がってるのかなとかたまに思ってた。でも梅ちゃんは梅ちゃんは梅さんはでもなんか梅ちゃんプロレス分かってるでしょ。あの男子プロレスラーに聞いても、うん、自分が自分だっていうのは、うん、よく、うん、そのうまくいかないっていうのはよく聞きますね、うん、やっぱり自分が自分がっていう風になってしまうと相手がやっぱり受けてくれないとダメなんで、うん、自分が自分がでぶつかっちゃうとうまくいかない。全日本プロレスはね、うん、そういうなんかそういうことを、まあ、なんか耳にしたことはあります、ね、そう。でもだからジャガーさんが、うん、私が新人の時に、うん、あの試合をしてて、うんうん、と自分が技をかけて、うん、拍手が来たら、うん、半分以上は相手のおかげだと思いなさいって言って、うん、あーいい話だね。で相手、うんの技を時に湧いたら半分以上は自分が受けたからだと思いなさいっていう話を、ジャガーさんはそういうことしたことを覚えたか分からないけど、私はそれ聞いてて、それで好きになった。あ、なるほどねっていう。プロレスの教科書だ。そう、それを思いましたね。でもこれってそのプロレスだけじゃなくって人生全部に言えませんか。そうですよね。そう、仕事していくのって、仕事って相手がいなきゃ仕事できないから。ハヌンさんのおかげですよ。いや、ありがとうございます。いや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 、本当に。というわけで、うん、ね、じゃちょっと次行きましょうかね。はい、これちょっと宣伝してもいいですか。お願いします。空を見上げれば、ね、空を見上げれば。これ、テロリンが女優として。女優としてね、演技をしてしまうということですね。そう。でも幅広いですよね、うん、そう考えると。もう女優もやり、ジャグリングもやり、プロレスもやり、西口プロレスもやり、英会話もやり、英会話もやり、あ、これちょっとあれですか、ね、先生をやり、司会の仕事をしたりね。そうそうそう、幅広いですよ、ね、これはいつなんですか。これは9月の2日から6日、うん、あ、9月の2日から6日で、私は、はい、その全8公演の、4回、はい、ダブルキャストやってるので、あ、なるほど、4回で出るところは全部じゃないんですけど4回ですね、はい、うん、プロレスラーの日向小春ちゃんと私がダブルキャストになって、うん、はいはい、おー、あ、日向小春選手とダブルキャストなんだ。そうなんですよ。へー、なるほどなるほど。彼女も演技をするんですね。いや、するみたいです ね日向小春選手とはなんか、接点あったんですか今まで。この間一回なんかその、うん、今回の本とか書いてるその私の同期の丸が、うん、はいはいはい、プロレスラーとかプロレス関係者だけで作るお芝居をやって、その時も呼ばれて、その時に初めて小春ちゃんと会って、うん、今度リングの上で何かお芝居やるってことですか。見たい人いますからね。誰、需要がありますか。やればいいです。需要があるかななんかちょっとしたね、うん、何も一つのあるそうだね、うん、プロレスのなんか一つの幅の広さをちょっと、こういうね、演技とかプロレスとか、うん、こういうなんつうの、もうここにいる人たちみんなテルリンマニアだけど、どこ危ねえだろ、どこ見ればなんかフェイスブックとか広告出てるんですか。ああこれね、あ、載せます載せます、はい、載せたりもしてるし、うん、これね、はい、テルリンにじゃあ直接例えばなんかメッセージを送ると、うん、チケット取れたりするんですか。取れます取れます、ぜひぜひ来てください。あ、そうそう、あとこれとまあこの空を見上げればぜひですね、いつテルリンが出るかっていうのはまだ決まったんですか。9月の2日から6日の間で決まってます。毎日出る2日と3日と、うん、4日の夜の部と5日の昼の部、9月ですね。で6日は大阪で試合なんで、大阪の方で来てください。じゃあ2、3、4、5か、うん、まあ、じゃあで4、5のなんか出ない回も一瞬だけは出るんですか。違う役で、あ、違う役で出るけど、うん、メインの役はその4回になりますね、うんうん、じゃあ2、3、4、5見ればテルリンはいると。いますいます、ね、で6日はいないと。大阪です。大阪にいると。大阪の皆さん会いましょう。そっか、大阪は西口プロレスが大阪に来るんですよね。あ、違います、違います、違います、うん、それはお財布を盗まれた、あー、例の大会ですね。ですじゃあこれでリベンジで、そう、はい、リベンジでちょっと、ね、同じ失敗はしませんよ、こっちもということで、もう一つね、西口プロレスですね、次回はですね、8月の25日ですね、25日火曜日新宿フェイスで行われます、うん、この新宿フェイスと新宿と行ったり来たり最近してますね。
なんか今年は3ヶ月に1回、うんうん、でなんか土日、うんうん、フェイスの時は土曜日のどっちかみたいな感じで、まあ休日とかじゃないと来れない方とか、うん、そういうにもこうなんかね、声かけてみたいねみたいな感じの、あの、そういうことなんですね、トライアルというか、うん、そうそう、あの土日でその見に来れる人が新木場ですね、みたいな感じで、感じですね、うん、いろんな人に見てもらいたいねって感じです、うんうん、なるほど。そして、新宿フェイスで、8月25日火曜日、会場が18時30分、試合開始が19時ということですね。これもテルリンにお願いすればチケットは取れますかね。取れます、取れます、ね、ぜひお願いします、ね、テルリンにチケットお願いするときは Facebook、 Facebook とか、あとアメバのブログとか、アメバブログですね、うん、はい、まあ、香川照子さんで、はい、ね、検索していただければブログと、ね、Facebook が出てくると思います。どうでもいいこと楽しそうに書いてますから、いつも。今ね、さっき、ね、思い出したんだけど、うん、Facebook でね、テルリンが、うん、上げてたんですよ、うん、朝までなんかこう試合が終わった後だったかな、その西口が終わった後にみんなで飲んでて、うん、帰りにその新宿の街を歩いてた時に、うん、なんか寒かったんですよね、うん、寒くって、うん、で寒い寒いって言った時に、うん、小猪木さんがバッグから上着を出してくれて、テルリンがそっとかけてあげたんだって、うん、でバッグから出したんじゃない、自分の脱いだんだって。あ、脱いだ、そうそう、自分の脱いでかけて、上着ろよとか言って、ね、でそれをそれそうそ う, そうちょっとね、うん、それでフェイスブックに書いたんです、うん、もう惚れちまうじゃねえかよみたいなねずっとやきもちやいてるんですよずっと話してるんですよ、もう、あ、小遊さん負けたと思ったもんそれまで勝っといてたみたいな、いや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 勝ってはいないですけど、どうも、あ、もうでもそんな小遊さんはもうね、人のものですからね、いやいやもうね、そう、あ、そうですね、もうね、結婚して、そうそう、結婚してね、もう幸せですから今は本当に、ね、ということで、そろそろお時間になりました、はい、ね、ファンの皆様へのメッセージということで、うん、最後にじゃあカメラの向こうの皆さんにですね、ぜひテルリンからメッセージをねお願いしたいと思います。まあ本当にね、いろんなことをねなんか本当ゆりゆりしてるよ本当にね、いろんなことを気ままにやってる人生を送ってますが、まあみんなにね楽しんでもらえるようにいつも全力でいきたいと思いますので、はい、ぜひいろんな会場とかで、はい、会えたらいいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。ということで、はい、ね、今日は本当にもうこの時間が延々と続いてほしいと思う春野でしたということで、じゃあ最後いきましょうか。何回もあんのね。あ、いいですね何回またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、ということでいきますよ。最後にプロセスキー大集合、ありがとうございました。サブミッション。